どうもタイガーです。今回やっていくのはね、ちょっと久々に楽しいキャラを使いますよ。久々に？久々にでもないですけどね。使うキャラは久々。楽しいキャラはしょっちゅう使ってますね。はい、クレフラ。クレフラいきます。D0 を狙ってます。クレフラ D0 を狙っていて、D0 がですね、カウントは10から7に変わるの、7?8 か。10から8ぐらいに変わりますね。めちゃくちゃ戻るのが早くなる。めっちゃ強いんですよ。しかもさらに吐き出しづらくなる。すぐに戻ってくるみたいな感じですね。そんなクレフラさんを使って、まあ、やるなら当たり前っすよね。クレフラ UFO。やっていこうと思います。無限にね、回収しまくってクレフラで、相手を分からせてやりましょう。確かね、クレフラね、リーダーでステータス持ってると、サイクロノビーム一発入るはずなんですよ。うまくいけば、守ることも可能かなと。はい。それではね、早速やっていこうと思います。よかったらね、皆さんチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そして、最後までね、ぜひご視聴ください。それでは、やっていきます。さあやっていきましょうか。クレフラ UFO。まあ。なんだろう、苦手なキャラ。カニっすね。圧倒的に。マタンゴとかもね、嫌なんですけど、クレフラこれだけ強ければ、相手のマタンゴね、倒しきって、まあ毒入っても回収すればいいかなって感じなんですけど、カニは、回収する前に狩られちゃうんですよ。なんでカニが苦手。そんな印象。そして、クレフラでコスト回復ができるので、キャラ数が欲しいんですよね。大型も欲しいんですけど、あ、大型ゼロですね。どうしましょうか。ちょっとやばいですね。まあ、おー、10倍来た。マジかよ。チビドラとドネスがいるんで、あとアシュラね。火力は結構引けたんで、もう大型無理なところは、頑張ってね。中型合わせて出していきましょう。で、コストは回復してって感じで。チビドラ UFO もできるんでね。それは悪くないですね。戻ってきたいところ。あー、ダメだった。下手くそでしたね。はい、危ない。何度か回収して。コストがやばいっすね。壊されちゃうんですよね。だいぶ。ただ、回復できるんでコストは、なんか取ってますね、鳥で。謎現象が起きてますね。削ったりしないかな、無理か。見ましたね。これのおかげっすよ。こうやって食べてくれるからこそ、ワンチャンが生まれる。そして、ここで、チビドラ切って、アシュラ合わせて、なんとか倒して、フレフラ回収して、後ろ切って、あとは前。カニがね、嫌なんですけど、多分突破できるはず。いけましたね。オッケーオッケー。後ろも全部処理したんで、完璧なクレフラ UFO だったんじゃないですか。サイクルガードはマジック使ったんですけど、サイクルガードのね、ケツ当てして、しっかり、クレフラでサイクルガード倒して、ましょう。いやー、めっちゃうまいっすよ。10倍っすよ。初戦から10倍。めっちゃうまい。よっしゃー。いや、美味しい。美味しい。一気に増える。いや、大型ゼロでもいけちゃいましたね。クレフラ、強いな、マジでクレフラ UFO。D0 早く欲しいっすね。いや、こいつね、D0 取ったらね、究極にしたいんですよね、35。で、リーダーとかで使いたいんだよな。マジ楽しいもんな、こんだけ強かったら。さて、まあ、ミノガールも全然悪くないんだけど。大型はね、正直ね、最悪1本でもいいんですよ。キャラ数足りないっすね。足りない。ああ、まあ一番いいかな。大型はそんな育ってる大型じゃない、ゼウスがね。ただまあ、コラボ猫が7体いて、ドネス3体出しとかもするんで、コスト管理的には一番いいコスト管理できる手札かなと思います。やっていきましょうか。撃ってきたら猫追加。撃ってこないで追加しない。で、これね、砦をね、クレフラでやりたいんですけど、ここにクレフラを置きます。
戻ってこい、クレフラ。戻りましたね。素晴らしい。倒されてしまいましたが、こちらも倒したんでいいでしょうと。踏んでいて、ここクレフラいっちゃいましょうか。第一ダメージ稼いでいく。ミトルは無理ですね。ほぼ一球打ちないんですけど、なんかされましたね。奇跡が起きてる。ビートルの方に行ってもらいましょう。あ、ミスった。行っちゃうよ。取れちゃいましたね。下でクレフラ回収して。あれ？何やってんの？おバカなの？さすがにクソでしょ、それは。さすがにクソでしょ、いくらなんでも。さすがにいくらなんでもクソ現象起きましたね。それはひどいな。まあ、もう裏は大丈夫なんですけど、これでも。あ、これは全部消しちゃった。間違えて。しかもビームで枯れちゃった。困ったな。どうしよう。やばいやばい、気が使いすぎた。あー、もうなんか、クソゲーかよみたいな。コラボ猫全部来ちゃったよ。やばいよ、キャラもいないよ。これ寝たら終わりだよ。あー、しかもそう、ほらもうクソじゃん、ほんとに。ひどくない？なんか相手、スキルゲーしすぎじゃないからなんでも。黒ずるっすね、タイミングが。あ、もう入りましたね、ダメージは。これもう、干渉は無理っすね。え、下にキャラがいるのにさ、UFO にピンポイントに袋が飛ばりしてきて、しかも回収のタイミングピンポイントにね、飛ばりしてきてからも、全部初手ね、回収できないみたいな。なぜか最後、クレフラ動いて、UFO で回収できないみたいな。悲しいですね。まあまあでも勝ったんでいいでしょう。なんとかね。もう、こっちも怒りのコラボネコ連打した。さあ、次行きましょうか。さっきの予定は UFO で回収してクレフラーをもう一個前に出して魔導騎兵殴らして、で、魔導騎兵を殴るんだけど、スキル判定が上に出るんで袋を食べてくれるっていうのが予定だったんですよ。まあ UFO が寝ちゃったんでできなかったんですけど、まあしょうがないですね。そしたら、爆落ちじゃないんだよな。キャラ数が欲しいので、あ、こういう方がいいな。まだ今ね、2個数だらけだけど、まあでもなんとかなるか。こっちの大型があんま強くないんで、回収できなくてもクレフラを火力で使えればって感じですかね。さあ頑張っていきましょうか。ヌボボを下に切って、上に剣士切って、上にキャラ出さないでって祈る。出してきたら上もヌボボ行くけど、よし、来なかったですね。これで上キャラ置かなくても多分取れると思うんで、相手がウサギに剣士合わせてこないですね。それじゃ取れちゃうけど大丈夫かな。取れちゃうかもしれないけど大丈夫かな。ほら、少し取れちゃう可能性があるんですよね。食べていくよ、ナイス。マタンゴ引かれてるのはね、ちょっと重いんですけど、火力出しちゃいますね。回復できるんで。はい、こんな感じですね。はい、火力が出るんですよ。毒入った、奇跡が起きた。やばいやばい、申し訳ねえ。ちょっと申し訳ねえ。倒したよ、これ。強くレフラ。取っちゃった。やばいやばい。え？なんか起きてる。なんかが起きてる。今ね、音聞いてないんですよ、自分。音聞いてないせいで、何が起きてるか全然理解できなかった。何取られたんだろう、みたいな。まあ、レフラ置きましょうか。全然音聞いてなくて、あれなんか、取られてんなって感じ。まあまあ、勝てたんでいいでしょう。クレフラめちゃ強かったっすね。ヌボボを引いたおかげで、毒入っても、回収する必要もないしみたいな感じで、治ってくれて火力になり続けて、レドラボコボコみたいな。まあナイス。よし、それではね、ラスト行きましょうか。
いやまあ音聞くことにしますわ。結構なんか白玉こっち減ってて、え、なんで減ってんのみたいな。前も取ってないでしょと思ったら、なんか取られてた鳥で。音聞くときにはイヤホンで聞くんで、そう。なしじゃないけど。なのでね、待てよ。これでいこうか。なので、耳が痛くなっちゃうんですよ、ずっとやってると。ちょいちょいね、音聞かないでやっちゃおうって言って。もちろんでもそれでも音は流れてるので、ゲーム音とか大丈夫なんですけど、動画投稿する上ではね、大丈夫なんですけど、うん。相手の数やばくね？コラボ猫の。なんつうのいっぱい出てんの？さすがにやばない？これ。さすがにやばない？すげえ数いいんだけど。なになになに？とんでもない数いいんだけど。天狗が一切スキル打てないせいでさ、押せない。これはクソマジで。打ちすぎ。いかなんでも。全部誰だ。これ無理っすね。勝てないっすわ。また打ちそう。ほら。それは無理っすね。クソゲーされましたね。いくらなんでも打ち次。天狗こっちスキルゼロで。本当は天狗の子で、スキルここら辺で出してくれれば、サイクルガールに一発スキルが通ったんで、ワンチャンあるかなと思ったんですけど。じゃ、雲がなんか即死したな。なんで死んだの今、雲。一瞬で終わったんだけど、試合が。これはしょうがないですね。残念。まあでも、クレフラ結構いい試合取れたんじゃないでしょうかね。はい、というわけで、皆さんお疲れ様でした。今回やっていたのはね、クレフラ UFO。やっていたのはね、ってのは花まったけど。クレフラ UFO ですね。はい。で、バックン11目指して頑張ります。いや、マジで早く欲しい。まあ、ブルドラもやらないといけない。ブルドラを D2 やるとクレフラの D1 が狙えるので、今 D3 ですね。D3、D2、ブルドラの D2、クレフラ D1。で、D0。で、ブルドラも、ブルドラの D2 終わったら、スケの D2 一回やったらブルドラ D1 なんですよ。そうなんでね、両方ともね、並行しとれるという、まあ素晴らしいね、状況。まあ、スケはね、揃ってないんで、トロフィーでチャージしたいので、まあ、トロフィー溜まったらね、スケにチャージしようかなと思っていますが。はい、そんな感じですかね。まあ、アビさんクレフラどうですかって、やってもいいと思いますかって。いや、いいと思いますよ。面白いですよ。マルチが特に強いですね。まあ、ソロも強いですよ。ソロも強いですけど、マルチが特に強い。マルチのね、クレフラ UFO、もしくはね、クレフラリーダーの裏 UFO じゃないとかもね、すごい強いですね。めっちゃ食うんですよ。やたら食う。で、ソロに関しては、クレフラ UFO 強いんですけど、ソロって大型2本出てくるじゃないですか。相手から。で、自分も2本引けるじゃないですか。で、2本引くってなると、クレフラでもしコスト回復しまくった時に、キャラ数がですね、足りないんですよ。圧倒的に。クレフラと UFO だけで2枠取っちゃってるから、裏をもし UFO にしてしまった場合、キャラ数が足りなくなってしまう。ので、個人的には、クレフラ UFO は、相手大型2本なのに、こっち大型1本でやるのかって話じゃないですか。なので、マルチの方がいいかなって。マルチは味方も大型引いてくれるんで、結局自分の大型は1本で済むので、回収した時にキャラを出しやすいんですよね。いつも、キャラとか、まあ、キャラ数が多かったりすると、出し切れずに終わったりとかすると思うんですけど、マルチって。はい。なので、クレフラ UFO は、マルチの方がおすすめです。それも強いです。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そして、またよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。